自律神経専門家近くの部屋へようこそ。今日は高血圧のお話です。まあ血圧をこう薬を使わずに下げようっていうお話で、でまあでも血圧をね下げれば下げるほどいいのかっていうと、私はそういう考えではないので、ちょっと今日のこのお話はですね、まあ私のこう独断と偏見に満ちたお話も混ざってくるので、はい、ちょっと私は医師ではなくて、まあ、薬剤師であり鍼灸師で一応国家資格は持ってますけども、医師ではないし、患者さんに血圧の薬を処方してそれで、こう収入を得てご飯を食べてるってことはないので、ちょっと自分の好き勝手なことを言わせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。でまず、まあ、高血圧なんですけど、今、まあ、血圧高いとか低いとかっていう基準は上が120、下が80、上が120、下が80以下っていうのが、まあ、理想的ですよって言われてます。理想的、これ安静時ですね。安静時、でギリギリ正常です。ギリギリこれ正常というか、まあお薬飲むかな飲まないかなギリギリだねっていうのは140、上が140、下が90以下がギリギリ、こうまあ正常範囲、高いけれども正常範囲っていう、こう値です。でこの140、90っていうこのギリギリラインは、病院でこう、まあ、先生の目の前で測った時の血圧で、お家でリラックスした状態で測った血圧ってなると、ちょっとハードルが高くなって135から85以下、お家で安静時にリラックスした状態で測った血圧だったら135から85以下っていうことで、お家でこう、ね、血圧測ったのをこう先生にいつも見せてるよっていう方は、まあ135から85以下だったら大丈夫だねって言われる、まあラインはラインです。ただね、これ20歳の方も80歳の方もこの基準って同じなんですよ。同じ、ちょっと私そこにちょっと疑問をすごく感じてまして、で人間ってやっぱりね、こうだんだん年齢を重ねるとともに血管ってちょっと硬くなりがちなんですね。やっぱり若い時と年を取ってきた時と変わってくるので、もうそれはね、こう致し方ないので血管がちょっと硬くなってくるに伴って加齢とともに血圧って高くなりがちなんですよ。高くなりがちで、血圧はじゃあ高いとダメなのかっていうことなんだけども、なんで高くなってるのかって言ったら、ちょっと若干血管がまあ硬くなってきて、そこを血液を体の隅々まで送るために必要な血圧がこれだけですよっていうことで、体って血圧、自分の血圧これですって言って設定してくれてるので、それがやっぱり血管がちょっと硬くなっちゃうっていう風になると、ちょっと力が必要なのでちょっと血圧が上がってくるっていう風になりますから、それを無理やり下げちゃうと、こう体の中を隅々まで血液がいかないっていう風になってきてしまいます。理論的にはですね、理論的には。だからこう年齢も何も関係なく、20歳の人も80歳の人も基準が同じってどうなんだろうなっていうふうには、もうなんか常々思っているんですけれども、まあこれは安静時の血圧で、じゃあ運動時はどうなりますかっていうと、運動時はまあそのね、運動量とか負荷とかにもよりますけども、で運動したから、この運動した後24時間ずっと血圧が高いままですとか、そういうこともないので、一時的に上がるっていうことなんだけども、運動時にはもう170とか180とか、上が170とか180とかになることもあります。あるで、これぐらいの圧力には耐えられるように血管ってできてるんですよ。もうこれぐらい運動をして
で酸素が必要だって糖も必要だってなった時にブワーッと血圧を巡らせるために170とか180の血圧に一瞬なっても血管は切れないっていう風にできています。できているので、まあこの状態がですよ、この状態が24時間365日続いちゃいますってなるとちょっと問題だと思うんですけども、運動したりとかもう体にとって糖が必要だ酸素が必要だってなった時には一瞬血圧が上がってちゃんと体の隅々まで血液が行くように体ってできてるので、運動時にこれぐらい上がってで安静時の血圧がこうだっていうので、なんかそこまでこう、まあ若いのに血圧高いってちょっとね、いろいろこう調べた方がいいとは思うんだけれども、加齢とともに血圧が上がってきて無理やりそれをこう急に下げる必要があるのかっていうと、そこまでじゃないんじゃないかなという疑問は感じます。ただやっぱり血圧が高い、血圧高い、コレステロール高い、血糖高い、尿酸値高いとかってなってくると、もう脳梗塞とか心筋梗塞とか動脈硬化が進んでやっぱりこう血管が脆くなってきてちょっと命に関わるような病気につながりますよってデータはありますから、もう何もかもがこう血液検査をして何もかもが高いっていう場合はちょっといろいろと血圧だけじゃなくてトータル的にものを考えた方がいいと思うんですけど、血圧が高いっていうだけでその下げていいのかなっていうのは疑問に思っているところです。でじゃあ血圧を薬を使わずに下げる、薬を使わずにこう、まあ、なるべく高くない状態に保つっていうのはどうしたらいいですかっていう話をしていきます。まあ、まずはですね、これ、まず肥満はないですかっていう話ですね。肥満はないですか。肥満がある場合は体重を減らしましょうと。体重を減らしましょう。体重を減らしたら血圧も下がります。まずはここですね。であとアルコール大好きです、タバコもガンガン吸いますっていう方はやめる。ここはそれができれば苦労はしないよっていう部分だと思うんですけど、まずまあやる順番としてはですよ、ここをチェックまずしてくださいねっていうとこですね。はい、これ血圧上がっちゃうので。であと3番目はね、これすごい重要なんです。睡眠の質が悪いと血圧上がります。だから睡眠の質を良くするで、すぐこれすぐできる対策としては、布団の中でスマホを見ない。まずこれですね、布団の中でスマホを見ないようにする。で4番、もうねちょっと動画がもう長くなっちゃったからサクサクいきますよ。で4番目としてはリラックスをする。やっぱ交感神経高まっちゃうと血圧も高まるので、なるべくリラックスをする。でストレスをためない。っていうのが大事。だからこれはですね、この対策は本当にね、深呼吸、もううるさいっていうぐらい言ってます。呼吸ってね、すごい大事です。朝起きた時と寝る前だけでもいい、ちょっと深呼吸をする習慣をつけてください。で、5番目として、有酸素運動。有酸素運動っていうとちょっとハードル高い感じしますけど、5分の散歩とかでもいいので、有酸素運動、ちょっとね体を動かすっていうことをしていただきたいですね。体を動かす。でもうちょっとこう体なかなかこう動かせないとか、ちょっと歩けないとか、まあそういう方はタオル体操っていうのがあって、ちょっとこれ、有酸素運動、これは気軽にできるのは散歩、
で、タオル体操。タオル体操。タオルをまあ何でもいいんですけど、ちっちゃくるくるっとくるくるっと筒型に丸めて手で握ります。でこのね、指がくっつかない程度にしていただいて、これをもう渾身の力を込めなくていいので、ちょっとギューっとします。ギューっとして、これで2分キープって言うんですけど、2分つらかったら1分でもいい。でもとにかくこう握ってる状態をなるべくキープする、まあ、理想は2分、まあ、1分でもいいです。でこれ、まあ、2分経ったとしましょう。2分経ったらはぁリラックスを1分する。1分間。でぐっとこう握るのもね、結構ね手痛いとかっていう方は無理しなくていいので、まあ、1分でも30秒でもいいからする。でこれを右と左でやる。右と左でやって、まあ、各右2回左2回っていうのをする。これをまあ朝晩2回できればすごくいいですね。朝晩2回できたら理想的。タオル体操、ちょっと今手短に喋りましたけど、別に動画撮ってほしいっていうご希望あったらコメント欄か LINE でご希望を言っていただければ、別に動画を撮ります。あと今はさらっと言ってしまいますけど、で、あと6番目としては血圧を下げるツボっていうのがありますので、これは動画を検索してみてください。はい、すいません。ちょっと一個一個喋ってると時間が長くなってしまうので、この血圧を下げるツボはもう自律神経近く、血圧を下げるツボって検索したらきっとこう上がってきますので、ぜひ検索していただければと思います。で、これ全部なんかこうやらないとダメっていうことはないんですけども、薬を使わずにちょっと血圧高いのが気になるとか、頭痛がするときは血圧が高くなってるときだとか、なんかそういう血圧が気になってる方はこういうことをちょっと気にして過ごしてみていただければということで、今日の動画撮らせていただきました。今日の動画いかがだったでしょうか。ちょっとなんか駆け足だった部分もあるんですけれども、すごい長くなっちゃってすいません見ていただいた方本当にありがとうございます。いいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。